とサレイコは日本の女子陸上競技元選手。専門は長距離走、マラソン。愛媛県松山市出身。三井住友海上火災保健所属。オリンピックでは2004年のアテネオリンピック、2008年の北京オリンピックと2大会連続で女子マラソン日本代表選手として出場を果たす。また、世界陸上選手権には2001年の エドモントン大会と2007年の大阪大会にも、それぞれ女子マラソンに出走し、世界陸上に大会ともにメダルを獲得した。2009年3月の東京マラソン出走を区切りに、選手活動を一旦退くことを発表。2010年4月、第一子を出産。2012年3月の名古屋ウィメンズマラソンを最後に、現役を引退した。その後2013年に、 第2子を出産し、現在は2児の母親。土佐のフルマラソンの成績は、自己最高記録こそ、同僚の渋井陽子には、負けるが、渋井の成績が順位と記録の変動が大きいのに、対して、土佐の成績は、北京五輪、名古屋ウィメンズマラソンを除いて、常に5位以内でゴールし、また愛媛マラソン、北京プレオリンピックマラソン、北京五輪、 名古屋ウィメンズマラソンを除けば2時間30分台以内の記録で走っており、安定感では、土佐の方が渋いを上回っていた。ありがとうございます。